と、はい、インサイドとあったりするけど、はい、インステップもこれだけ大きいボールとかだと、はい、まあね、慣れてくればできたりするけど、はい、それをこのサイズでちゃんと点で当てることでいい練習になったりするので、はいはい、まずこういう蹴る動作と、あとは止める動作をこのフットバックで身につけることによって、はい、このサッカーボールでも、はい、さっき言った速いボールとか、はい、高いボールをこう吸収する、はい、っていうことができれば、はい、試合中でもこう来た時に足元を収めてすぐ、はい、でこれがね小学生とかだとさ、はい、落ちてくるボールに対して足をどこに出せばとか、はい、どのタイミングで出せばいいかっていうのが読めなくて、はい、結果こう常に当たってこう取られたりとか、はい、確かにっていうところをやっぱり修正できるっていうのはこのフットバック強みだと思うんで、これを身につけてもらうっていうのが一ついいんじゃないかなと思います。あとは、こういった2人とかだったら、はい、よくサッカーボールでもある、はい、こう投げて、はい、インサイドキックで返す、はい、これ、はい、この基本的な、はい、こういう基礎で、ね、これはだって小学生もやるでしょ。 あります、うん、全然やります、ね、でこれを、はいはい、このサイズで、はいはい、フットバックでやってもらう。ちょっと1回これ結構大人でも難しいので最初は、はいはいはい、ちょっと投げてもらってちょっとこれをね投げるのも結構大変なんだけどそうそうこれを急に難しくなるんだよ。あ、そう本当に普段のサッカーボールより集中はすると思う。そうですね、なんかコントロールだけかと思ったら本当にキックがやっぱり点でちゃんと芯を捉えないとまっすぐ飛んでいかないんで、そうこれは結構かなりいい練習ですね。はい、だからそのねちょっと先っぽの方に行ったらもう違うところに飛んじゃうし、はい、だから本当にそのマシンを捉えるっていうのには、はい、これを使えば、はいはい、と鍛えられると思うし、結構小学生となんかやっぱりインステップ、まあ、インサイドもそうですし、インステップなんかやっぱりここに当てれない子多いので、あ、なるほど、足首の形が作れますとか、うん、だけどつま先の方当たっちゃうとか、うん、まあ、それだと変なとこ行っちゃいますもんね。だからそれを個人なら1人でこうやって練習してもいいし、はい、こうやって2人とか3人4人とかあればこうやってパスして、はい、蹴ってもらうっていうことにはすごくいいんじゃないかなと思うし、はい、あとはワンタッチだけじゃなくて、はい、実際トラップもさっきやったこのインステップでのトラップもあるけれども、はい、ももでもどこでもトラップできるようにしなきゃいけない。なるほど、もう普通に来たらもうこうトラップして返す、返すのが一回やってみる。そう、はい、できるでしょ、はい、やっぱり、はい、ある程度ね上手い人だとこれができてくる。で小学生だとなかなか難しいけど、はい、小学生のうちから身につけておくことによって、はい、サッカーボールに変わったらもっと簡単になってくるとは思う、はいはい、そうですね。でも本当そのこの大きいボールだったらちょっとずれても、うん、なんか修正できますけど、ね、ちょっとずれちゃうとどっか行っちゃうんで、もう間違いなくサッカーボールの時よりちゃんと捉えなきゃっていう集中は全然違うと思うんで、このももで、はい、結構そう、まあ、雑にやってもなんとなくで、まあ、はい、こうやって慣れておくのも大事だけど、はい、よりこの集中して止めるっていう、はい、うん、あ、うまいねやっぱり。あーうまい。やっぱり全然難しさが違いますね、うん、で集中はする、はい、コントロールもキックもちゃんとこのボールを捉えないとどっか行っちゃうんで、そうですね。だから実際あの普段 J リーガーの方とか、はいはい、それこそもう僕は教えてないですけど、はい、メッシとか、あ、はいはい、もうあのシークレットトレーニングとしてこれ活用してたり、はいはい、幼少期やってたりしてたんで、はいはい、すごくいいんじゃないかな。結構こう YouTube とかでテニスボールでやったりとかありますよ。さらに小さいですもんね。小さい。しかもこのボールの形状と、はいはい、まあサッカーボールなんかこうやって弾む、はいはい、けれどもこれもペチャッと沈んじゃうようなものなんで、はいはい、その形状の違いだったり、はい、感触の違いを、はい、本当に肌感覚で、はい、どんなものでもできるようにするっていうのは、はいはい、足を器用にするっていうのはすごく大事で、はいはい、多分みんなね、あの手ならこうやって取るの全然大したことない、はいはい、でそれは赤ちゃんの時からさ、はい、こう箸とかスプーンとか、はい、もうずっと手を使ってきてるからできるけど、
サッカーだけだとやっぱりなんとなくで照れちゃったりもするから、はい、それをより器用にすることで、はい、ドリブルにしてもパスにしてもシュートにしても、はい、そのスキルアップっていうのは、はい、これでできると思います。はい、まあ、キックもあれでしょ、なんかバランス取るのも結構難しかったですね。もう何やら煽ったみたいな。そうなんかあのいくつかちょっと体験させてもらっていいですか。ああ、もちろんもちろん。そうそうそう、技をだ、あとは、これで1回で返したり、はい、トラップでして返したりっていう、はい、キックなんですよね、それは。あ、はい、だけど逆に今度はトラップの意味で、はい、そのさっき1人でお見せしたこういったトーストーリーっていうのと、これを実際に、はい、サッカーボールとフットバックで置き換えてやってる。はい、はい、なので投げるんで、そうあの足元に完全にこう止めなくてもいいから、はい、足元に収める。あ、なるほど、はい、っていう技術。あ、そう、はい、こういうのを、はい、でサッカーボールサッカーボールでもこうやってやったりっていうのはすごく大事で、はい、そうっていうのをこれを例えば10回20回まずサッカーボールでやってもらって今度はフットバックに置き換える。はい、そうすると急に難しくなる。はい、なるほど。そう。あ、だけどこれでいいです。これをひたすらどんどんやっていく。はい、ああ、すごい。あ、それ。そう。おお、そう、うまいね、やっぱり。そう。これを片足で自分の体もキープしながら、こうやってブラッとならないようにキープしながらやっていく。そうで、こうやって何回かやりますよね、はい、これ出すと、はい、でこっから急にサッカーボールに入れ替えるとか。あ、なるほど。全然感覚が変わると思うんで、はいはいはい、だけどこれをだんだんと繰り返すことで慣れていく。はいはい、うん、はい、まあ、まずこういう繰り返しをしていくことで、はいはい、より足を器用にしていく、はいはい、っていうことができると。だいぶ感覚違うんだよ。でも本当なんかやっぱり小学生年代はその神経系発達するので、うん、まあ、子供の頃自転車の乗ってれば、うん、こう乗ってなくても大人でも乗れるみたいな。だからやっぱり小学生年代はボードを器用に操作するとか、うん、自分の体をこう思い通りに動かすとか、うん、やっぱりそこはすごくこう発達しやすい年代なので、うん、まあ、こういうトレーニングはすごく。こう効果的だなって実際やってみて、はい、めちゃくちゃ感じるので。そうですね、すごくいいと思います。まあ、なので、胸でもいいし、はいはい、なんならもう肩とかそういうのでもいいし、はいはい、あとはいろいろな本当に活用方法はあって、はいはい、一人でもいいですし、あとは例えばこういう丸い、ま、的、あ、はいはい、を、設けておいてフットバックを、まあ、10個とかあると一番いいんですけど、はいはい、じゃあここにちょっと立ってもらって、はい、ここですか。そう、この、はい、まあ、これちょっと的が小さいんですけど、はいはい、この的に入るようにトラップする。止める。はい、ああ、なるほど。これ実際これも動画でネイマールとかやったりするのあって、はいはい、多分調べれば出ると思うんですけど、はい、ここに収めるように集中する。はいはい、そう。これ今ね、もう一個ボールがある。はい、あれうまい。そう、これをどんどんここに収めるようにさらにレベルアップしていくっていうのが。ああ、なるほどなるほど。ちょっとこういろいろ工夫するといろんな刺激が、うん、そう、なるほどなるほど、入れられるっていうのが、はいはい、まあ、あと多分すごく今これになった途端に集中してる感じが。あ、そうっすね、すると思う。やっぱりあのちょっと未体験ゾーンなんで、ね、けどやっぱりそのもちろんサッカーボールになれるっていうのは大事だけれども、はいはい、それに加えて新しい刺激を入れられるようになることで、はい、まあ、ボールタッチだとかっていうのは向上すると思います。はいはい、なんか やってると、明らかに普段使ってない、なんか、筋肉というか、なんかそこにこう気を使ってる感じはありますね。今回ですね、こう僕が実演をするので。あ、そうですね、まあ宿題みたいな形で。そう、ぜひ宿題として出してもらって、で毎週こういろんな技にチャレンジしてもらえればなと思います、うん、はい、ぜひみんなやってみてください。神経に効いてる気がしますね。まあそういうことなんだよね、さっき言った J リーガーとかそういう人も、はい、
きなりできちゃうんで、あ、はいはい、やっぱりそれってもうある程度サッカーボール器用なんで、ね、はいはい、もう足が、はい、だから小学生とかってそこがね、いや全然できない、こういう形を保つこととかもできない、あ、なるほど、なるほど、大前提としてみたいな、うん、あとはこうパワーポジションみたいな姿勢プレーだから、あ、単純に こういう作業を、うん、もうこうなっちゃうとか、あ、そうです、でボールが入ってくる、まあ、これはできるけどボール入ってくるとか、あ、バランスが崩れちゃうとか、うん、いう子なんかはあのかなり、ね、こういいトレーニングだと思います、まあ、実際フットバンク検定っていうのはあって、はいはい、10球とか、はいはい、一番それが、簡単な球なんだけど、はいはい、最初もうフットバック使わずに、はい、ここで10秒我慢する、あ、ボールも使わなくて、ボールも使わない、これで10秒我慢すれば10球合格だったり、そう、まあ、それ10球から1球までの、はいはい、検定っていうのもあるので、はいはい、まあ、それも楽しんでもらえれば、あ、なるほど、はい、だから楽しみながら、はい、うん、技術を身につけてもらえればいいんじゃないかなと思って、はい、やりながらなんか思ったのは、結構今のなんかやっぱり、まあ、ちょっとスペインっていう入ってる、うん、やっぱりポゼッションするみたいな、うん、バルサみたいな、うん、綺麗なサッカーがやっぱり比較的多くなってきた、うん、そうするとやっぱり昔と比べるとこういう、うん、動かなくなってるんで、やっぱり今の子見るとその空間認知能力みたいのはすごい弱くなったり、まだそのヘディングが危ないからこうやめましょうっていうのはあの結構増えてきてるんで、だからそう対応力ないんで、そういう部分ではフットバック使ってこう、まあ、痛くないじゃないですか、あ、そうそうそう、だから頭で止めるとか、うん、なんかそういうのもなんかこう力としては伸ばせるのかなと思って、うん、まあ、本当安全にできるのでいいのかなと感じました。まあ、さっきここだけでやってたけど、はい、それを高さ上げてここに読むとかっていうのも、あ、はいはい、あのそれをサッカーボールと入れ替えてトレーニングして、はいはい、そうですね、だから結構その今女の子でそのサッカーやる人口だいぶ増えてきたので、やっぱり女の子なんかよりそういうものに対してその苦手というか、うん、そこもやっぱり怖さがある出てきちゃうので、最初はね、ただこれだったら、うん、やっぱここは怖さは出ないと思うんで、この可愛らしさで、あ、そうですね、だからやっぱり入り口としてはすごく、うん、あのいいアイテムかなと思います、ね、と思います、はい、スペインサッカーとかが まだポゼッションではあるんだね、ポゼッションがやっぱり比較的昔と比べるとだいぶ増え多くなってきたんで、やっぱりちょっとボールをそもそも取られないとか、あとはこうやっぱり空中に浮く時間が減りましたね。ゴールキックが基本繋ぐところが多くなったんですよ。それまではもう全部ゴールキックみたいな、そうだよね、それを跳ね返すみたいな、そうだね、やっぱその回数が単純にそういうのが減ったかな。なるほどね。それだけ日本なんかまた世界って戻ってきてるっていうか。そうですね。小サッカーはそれが今は主流になってる、やっぱりちょっと前と比べると、あのグラウンダーのファンとかで収めて、まあ、やっぱりいい反面やっぱり失われるものもあるので、うん、まあ、そのバランス取れるといいかなと。まあなんだかんだね、どうしても試合中、はい、高いもの、まあ、高いボールとか来るもんね、絶対浮き玉来るんで、はい、やっぱそれをこう結構苦手な子多いと思います、はい、その浮いたボールを止めるとか、なんかサッカーでいったらこうバウンドキャーを止めるとか、やっぱりその感覚がすごい薄い、こう来たらどこで止めるとか、それは薄いので、なるほど、そういう部分も、しかもなんか家の中でもできる、家の中でもね、ひたすらこれでもいいから、それはすごくいいと思いますけどね、それはすごくいいなと思います、はい。